はい、玉川修士教室の玉川雄豪です。はい、今日はですね、日本修士漢字部12月号のですね、こちら隷書教書課題をですね、書いて説明をしていきたいというふうに思います。はい、こちらまず読み方です。天気よく鶴よく高し。はい、こう読みます。はい、隷書はですね、すべての天格を逆筆造法で支出しますけれども、この鶴のですね、この小さな点もですね、同様に逆筆造法で運筆をします。で、点節、点節ですね、ここですね、あとここもそうですね、点節ですね、逆で、ここもですね。はい、点節はですね、二筆で書いていきます。二筆ということは、まあ、ここも点節ですね。はい、二筆ということは、横画を書き終えた後、筆を離しですね、そしてまた逆筆造法で支出して筆を運筆すると、筆を運ぶということをいたします。はい、そしてですね、今回のこの課題の特徴の中で言いますと、この左払いですね、ここの左払い、ここは押し出すようにしてですね、止めていきます。はい、またここ鶴のこれですね、これは羽なんですけども、羽もですね、押し出すようにして止めていくという様式をします。はい、それではですね、一文字一文字ですね、説明をしていきます。はい、まず点、点はですね、水平にまず横画を運んでいきましょう。で、三画目はこちら押し出すようにして止めていきます。はい、で、ここはたくですね。はい、ここ太くですね、そしてそっと払っていきます。はい、この三画目ですね、中心よりもちょっと左で支出しているところが特徴になってますので、そこは注意していきましょう。次ですね、清い。はい、一画目二画目、右下横右上がり、はい、支出だんだんとですね、左に行ってますね。で、三髄はですね、文字の上の方にですね、まとめていきましょう。はい、で、こちら作りですね、作りの横画、はい、水平にまとめていきますけれども、こちらこの余白ですね、これと同じ感覚でですね、詰めて書いていきましょう。はい、4567、はたくですね、ここ。はい、ここも一旦右に下がってからですね、そしてゆっくりと払っていきます。はい、こちら月左払い、はい、最後押し出すようにして止めていきましょう。はい、横に水平にちょっと下にですね、行くような感じでしょうか。はい、二筆で書きます。ここ1、2ですね。はい、ここの横画も等しく間隔を空けていきましょう。はい、この月の周期ですね、同じ位置にまとめていきます。はい、鶴です。鶴、画数が多いのでですね、穂先を生かして書いていきます。はい、1個2画目で3画目の点節、ごめんなさい、1、2ですね、で点節ですね、で3画目ここです。はい、押し出すようにして止めていきます。はい、4画目5画目ですね、で6、7、8、9、10ですね。はい、ここも詰めて書いていきます。で、最後ですね、この10画目は少し上よりも太く書いているのが特徴になってます。はい、11画目左にこう、12画縦ですね。はい、13画目横に水平に行きます。点節2筆で書いていきましょう。内側に入れていきます。横、はい、ここの間隔も等しく詰めていきます。ここもそうですね。はい、ここ16画目はたくです。はい、17画目でここ点節、そして左に押し出すように止めます。はい、この点4つですね、これも逆筆造法で
支出をしていきましょう。はい、ここの余白、この詰め方ですね、気をつけて書いていってください。はい、よくノーですね。はい、転接ここもですね、二筆で書いていきます。で、こちらですね、で、突き押し出すようにして止めます。水平に、はい、転接二筆ですね。はい、ここは多少縦書くのが長いでしょうね。はい、ここ余白等しく詰めていきましょう。横画です。はい、7画目こっちですね。はい、8画目、ちょっと抜いてるような感じですね。で、転接で横です。はい、ここも転接ですね。はい、で、はたく、点と一緒ですね。はい、太くして、そして払っていきます。はい、高い1画目、2画目ですね。はい、ここはたく、水平に鉛筆をしていきましょう。はい、縦、はい、ここの間隔詰めていきます。はい、7画目少し外側に行くような感じですね。はい、水平で転接2筆で、ね、ここも外に行く感じです。で、口、はい、このはしごよりもちょっと大きい感じです。ここも転接、二筆でいって、最後締めていきます。はい、ここ余白を作っていきましょう。はい、このようにして書いていきます。それではですね、一文字ずつ書いて説明をしていきましょう。はい、まず点ですね。はい、横に水平に書いていきます。ですね、この水平です。はい、中心よりもちょっと左から、こう、そしてこう押し出すようにして止めます。こうですね。はい、ここ、はい、だんだん太くしてから、そしてです。ゆっくりでいいですよ。ゆっくりと払っていってください。点ですね。はい、次、清い、はい、ちょっと右下、ここは水平、はい、で、ここは右上がり、はい、広角、水平に行きます。ちょっと右に下がるような感じの鉛筆ですね。はい、細く、そして詰めて、間隔詰めていきましょう。はい、それここはハタクを入れていきます。はい、下がって、そしてこうですね。はい、突きです。ぐっと左に、はい、で、横角ですね、二筆でいきます。はい、ここは最初に止め、羽なんですけど止めます。はい、そしてですね、はい、左払い押し出すようにして止めていきましょう。はい、鶴です。1画目、はい、2画目は転接です。はい、3画目、細くて、そして上手に筆圧をかけて
押し出すようにして止めます。水平に来ます。はい、次縦ですね。はい、水平に詰めていきます。詰めます。はい、最後ちょっと太めです。はい、縦角下出るようにしましょう。はい、こう、はい、縦角に、はい、横です。水平にいきます。はい、転接ちょっと内側に向けていきます。はい、横角、感覚を詰めていきます。はい、ここは叩く。ね、はい、ここは転接です。はい、で、ここ、で、ここを押し出すように止めていきます。はい、点ですね。逆筆造法、細くまとめていきます。はい、2です。はい、次ノーです。はい、一画目、はい、転接に札振りいきます。はい、ですね。はい、次逆筆造法、そしてここで押し出すようにして止めます。はい、横角転接札振りです。はい、ここ等しく間隔を空けていきます。はい、横からです。はい、縦、はい、ここも二角ですね。こう、はい、次ここはちょっと反っていますね。こう、そしてここで二筆です。はい、次は二筆です。こうぐるっとこうですね。はい、小さく払います。そして高い、はい、次横角水平に、はい、ここははたくです。はい、横角、はい、間隔を集めて等しく、はい、ちょっとここは外側に行きます。ここは水平
系に鉛筆をして、そしてここ二振りですね。はい、そしてはしごの幅よりもちょっと広めです。扁平に書いていきます。点接ですね、ここ、はい、はい、このようにして書いていきます。はい、それでは説明をしていきます。はい、まず点ですね。はい、横画は水平に行きます。で、そっと抜いていきましょう。はい、縦画は中心よりもちょっと左から疾走します。はい、で、ここ押し出すようにして止めていきましょう。はい、ここのはたく、はい、太く、そしてゆっくりとですね、抜いていきましょう。はい、今度は清いですね。はい、ちょっと右下、横、右上ですね。はい、ちょっとこう斜めになるような支出の位置ですね。はい、横角、はい、細く運筆をします。横、水平、立て、横、横、はたくですね。はい、ここの間隔は等しく、そして狭くしていきます。はい、次左払い、ここ押し出すようにして止めていきます。で、横角、はい、点接、二筆でいきます。はい、横、横ですね。はい、ここの間隔も等しくいきましょう。そしてここスペースを作って、余白を作っていきます。はい、鶴ですね。はい、縦、横、水平に行って、二筆、ここですね。はい、三角目。はい、ここも押し出すようにして止めます。縦、はい、横、縦、横、横、横ですね。はい、ここの間隔、等しく狭く詰めていきましょう。はい、鳥ですね。はい、左にこう。はい、立てていきます。はい、ここも横、水平に、こう点接ですね、内側に行きます。この間隔等しく、はい、ここも詰めていきます。ここはたくです。はい、ここも詰めます。ここも点接、二筆でいきます。で、ここ羽なんですけれども、普通楷書で言うと羽なんですが、ここも止めていきます。はい、この点ですね、点もこう、このですね、逆筆造法で入っていきましょう。で、ここの間も狭く詰めて、そして等しく開けていきましょう。はい、のですね。はい、ここ点接二筆でいきます。はい、突き、ここですね、押し出すようにして止めます。はい、横角、点接二筆です。こうですね。はい、水平に、そして等しい間隔で運筆をします。はい、こう、こちら、ここもですね、二筆です。こうですね。はい、こちら、この縦角はちょっと反っていく。そしてここ点接で、はい、で、ここはたくです。はい、ゆっくりと割っていきましょう。はい、高い、はい、一画、二画、はい、点、ここ、はたくですね。はい、縦、縦。で、横、横、横です。横、横ですね。はい、ここの間隔は等しくしていきましょう。はい、七画目、縦画はちょっと外側に行くような感じですね。はい、ここ、水平に。はい、点接、二筆。ちょっとここも外に行くような感じです。はい、口を扁平にまとめていきます。このはしごよりもですね、ちょっと広めです。はい、横、そして点接二筆、ここですね。はい、ここスペースを作っていきます。はい、隷書はですね、基本的にですね、扁平に書いていきます。その時のですね、特徴、横画をですね、画数が多い場合ですね、細くまとめていくところが大切ですし、その
感覚ですね、余白の感覚を詰めるというところを気をつけていきます。そういったですね、筆使いをよく練習してですね、書き上げていただきたいというふうに思います。はい、今日は以上です。